とりあえずスナック青に戻ろう。そうだね、カオルちゃんに一目会いたいよ。もう俺一人でちょっといろんなことが起きすぎて、カオルちゃんに早く会いたいといる、会いたいという自分がいる。んでは参ろう。カオルちゃん、当社員で働くのはやめて、え、うちの店に来てくれないか。ん？ですがもう放射員に入るって伝えちゃいましたし、今日からすぐ仕事を任されて。では給料は放射員の倍を出させてもらう。なんだ急に。それでどうだ、気になんだ。え、倍ですか。わかりました、放射員はやめてあなたのお店で働きます。この男がクズっていうのは分かった。いい返事だ。それではこれからよろしく頼むよ、桐谷さん。お前何やってんねん、お金で騙されちゃいかんよ。引き抜きか、まあよく話したが、フォーシャインとかいう店は気の毒だな。うわ、なんか関わってくんな、絶対。フォーシャイン、フォーシャイン、わお。ここがさっきの男を引き抜かれた店か。なるほど。来てくださったんですね。え、お待ちしてましたよ。何？ん？え？あなたのような凄腕の経験者に来ていただいて本当に助かりました。メガネっ子、よろしくお願いしますね、桐谷さん。え、桐谷店長。あ、何を言ってるんだ。俺は桐生。ちょっと岸しか合ってないね。桐谷じゃなかったっけ。メガネっ子美少女。まあいいや、なんてことだ。どうぞ中へ中へ。え、ちょ押さないでよ。おい小雪ちゃん、新しい店長さんが来てくれましたよ。なんだここ、この店何。お待ちしてました。おお。あら。なんつうか、どうかしたの、小雪ちゃん。この方、資料に貼ってあった写真のお顔となんか違う気が。おっと、イケメンだったかい、生で見ると。小雪ちゃん。悪い人なんじゃないの？え？もしかしたら気にしてるかもしれないわよ。全然コソコソ話できないタイプだと。あなたも一流のキャバ嬢を目指すなら、そういうデリカシーのないことを軽く口にしちゃダメよ。困ってる。いや、でもそういう次元じゃないくらい違いますよ。今そういうあれじゃないんだけど。人違いなんじゃないですか。言え、普通に言えって。人違い？はあ、小雪ちゃんったら何を言ってるんだか。え？見ないでそんな恥ずかしい。恥ずかしい。あ、ギャオー、キスしちゃう。人違いだったんかい。いいじゃないですか。一体何なんだこの店は。可愛い子ばっかりいて困るぜ。先ほどはすみませんでした、キリュウさん。困るぞ。気にすんな。あんたここのオーナーなのか。はい、申し遅れました、はいはい、私この店フォーシャインのオーナーのユキと申します。フォーシャインっていう、こちらはうちのナンバーワンの小雪ちゃんです。可愛いね、小雪ちゃん。あ、こんにちは。ああ、小雪さんナンバーワンか、すごいじゃねえか。お、ちょっと似合いてんな。ありがとうございます。お、似合つくな。まあでもナンバーワンといってもうちには女の子は3人しかいないんですけどね。おお、なるほど。3人。ちなみにスタッフもオーナーである私一人です。だから最近は店を回すことができなくて、ずっと営業できずにいたんです、はあ、追加スタッフもなかなか見つからなくて、ようやく探し出せたのが桐谷さんなんです。桐谷さん、さっきスカウトされましたよ。桐谷さん来ますよね。ちょっと待って、約束の時間は過ぎてるのに。待って、めっちゃかわいそう。その桐谷という男なんだが、多分この店には来ないと思うぞ。はい、先ほどね。え、さっきその男がスーツを着た男に買収されているのを見かけたんだ。給料を倍出すからフォーシャインに行かずうちに入れと。はいはい。そんな。どうします、今日は久々にお店を開けるって結構お金かけて宣伝したんで、お客さん来ちゃいますよ。小雪ちゃん一人で回せんじゃなかった、これメガネっ子。これで営業できなかったら損失は莫大、お店の信用もだだ下がりよ。はあ、どうしよう。せめて手伝ってくれるスタッフがもう一人でもいれば。これはん？あ、いつものタイプ、あ、いつものやつ、これ、よくあるんですよ。やりませんよ。でもこんなに可愛い、俺はやらないぞ。可愛い見られたら、キリュウ、なんとかお願いしますよ。キリュウ、今日だけはなんとか営業しないとうちのお店はおしまいなんです。手伝ってやろうぜ。日当としてお給料は出させていただきますので。あ、しなくていいよ。お願いできませんでしょうか。あ、もう大丈夫、働く。でも
キャバクラの店長なんてやったことないぜ。あ、俺もやったことないから大丈夫。大丈夫です。うちは初心者大歓迎的な方向性のお店ですから。本当ですか。私たちもいろいろサポートさせていただきますし。夜のサポートしちゃってなんつってお願いします。キリュウさん、今日は久々にうちのお客さんが来てくださる大切な日なんです。なるほど。楽しみに待っててくれたお客さんたちを裏切りたくないんです。そうだよね。このキリュウとバカおじ、人肌脱ごうじゃないか。無理なことは承知の上です。でもお願いします。人肌脱ぐって言ってるだろ。ほら、仕方ねえな。かっけえ。今回だけだぞ。さすがキリュウ。いいですか。いいとも。だがさっきも言ったように俺は素人だ。あんまり期待しないでくれよ。期待しちゃっていいよ。ありがとうございます。惚れたなこの女。そろそろ開店準備をしないと。そうね。うん。ではキリュウさん。いえ、キリュウ店長。いい響きだ。よろしくお願いしますね。よっしゃ、やってるか。水商売アランド。開店準備、お店に出す女の子決定、ドレスアップと開店前準備を行うことができます。リーグ戦、お店を営業してリーグ内ライバルたちと売り上げを争います。へえ、なるほどなるほど、そういうのあるんだ。売れ結果でリーグ内順位が変動し、1位になることでチャンピオンシップに挑戦することができます。チャンピオンシップ、リーグのチャンピオンと直接対決を行います。勝利することでリーグチャンピオンになることができます。求人を出す、女の子の獲得を行います。遊び方、ルールを確認することができます。水商売、あ、ちょっとこれいっぱい俺読んどくからカットします。なるほどね、わかりましたよ。あ、全然わかってないんだけど、8ページぐらいあったから、あの5ページ目ぐらいで頭ポーンって爆発しちゃったんですけど、まあなんとかなるでしょう。とりあえずこのリーグ戦っていうのをやればいいのかな。元伝説のキャバ嬢のユキのお店、崖っぷちからの大逆転です。なるほどなるほど、このユキっていうのが誰かわからないけど、フォーシャインっていうのはもともと伝説のキャバ嬢がいたすごいところだったっていうところだったよね。あー、3人ってユキちゃん以外ちょっとパッとしねえなーって言っちゃいけないよね。うん、ごめんなさい。ちょっとでも小雪ちゃんがすごすぎて、うん、まあそういう時もある。うわ、また9ページもあるね。よし、やってやりますか。似合ってるぜ。あ、聞こえなかった。いらっしゃいませって言ったんだろう。いらっしゃいませ。いいね、なんかお客さん目線でも見れるし、こっちからの目線でも見れるから最高じゃないか。いらっしゃいませ、お客さん。お、なるほどなるほど。そしたらここに貧乏、ここで多分会う人があるんだろうな。あ、じゃあさくらちゃんっていうのここにいるよ。オッケーオッケー、フォーシャイン。なるほどね、ちょっと分かってきたよ俺。多分ね、9ページあったけどなんとなく分かってある。トーク力、これだ。楽しく行こうか。あ、間違えた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 、違う違う違う、さくらちゃんに1個ここ、ここで小雪ちゃんがここ。行ってこい小雪ちゃん。小雪です、よろしくお願いします。かわいい。楽しみましょう。お客さん目線だな。あ、でもなんか違うな、なんか見て、みんなこの似顔絵マーク見て、なんかね、これ多分ね、小雪ちゃんのとことさくらちゃんっていうところがちょっとがっかりマークなんだよね。だから多分ちょっと違うのかな、もしかしたら。ちょっとまだ分かってないかも普通にまだ分かってないかも。お願いします。お願いします。はい、何ですか。サインだな。サイン、何、レディーグラス、レディーグラス、グラス、オッケー、当たってた。やったやった、オッケーオッケー。あ、そういう感じね、キリュウの仕事もあるのね。トラブル、待って、ちょっと待って、行く行く、すぐ行く。なんだトラブルって。おい、もうこういうっきり、さて禁止です。もう困ってお前、何やってんの、お前やばい、帰れ帰れお前は。お願いします。はい、お会計ですね。ご延長は。ご延長、おい、ありがとうございます。チェリーナイスナイス、チェリーチェリーナイスだぞ、お前やってくれたな。いいぞいいぞ、どんどん金取れ。あ、ダメだ、この言い方この言い方だけだから、どんどん金取れ、どんどん金取っちゃえ、巻き上げろい。いい、貧乏人に巻き上げるって最低な店だけど、まあいいでしょう。はーい、お会計ですね。ご延長できるかな。あ、できないっぽい。お土産渡しとこ。よーし、よしよしよし。あ、俺いい絵、いいんじゃないかこれ。いいの選んだ。はーい、お会計ですね。あー、ダメだ、お土産。よーしよしよし、オッケーオッケー、完璧完璧、大丈夫大丈夫、いい感じで帰らせてるよ。また来てください。最後よければ全てよしだからね。みんなも覚えてて、帰りがよければ全てよしだから。前のことだってすっかり忘れちゃうのよ。
来たどうしようかな。一般トーク力がある。小雪ちゃん、小雪ちゃんトーク力意外とあった。違う、待って、なんでなんでな、小雪ちゃんダメか。そっか、小雪ちゃんってダメ。あ、ラブ、あ、ラブ、さくらちゃんバッチリ。お会計、お会計ですね。女の子にご褒美をする。女の子を褒める。よし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 、オッケーオッケー、完璧。なるほどね、こういう風に回復させといて、後に来るお客さんのために控えるってことか。あ、待って、小雪ちゃんが今ピンチかもしれない。パーティー、パーティーはチェリーなんだよな。パーティーはチェリーなんよ。あ、それであれか、小雪ちゃんもラブタイプか。ならこっち反対の方が良かったな。反対させてみる。これ、あ、来た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 、オッケー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 、よし、これでオッケー。でも体力がねえな、どうしよう。体力がないよ。体力なかったらどうなの、これ。体力なくなったらどうなんのかな。ちょっとなんか気絶しちゃいそう。大丈夫か。頑張れ、時間まで頑張れるか。いや、我慢できない。30秒もある。なんかあってくれ。あー、ダメか。お会計ですね。ご延長したら多分ダメだもんな。ありがとうございました。怒りながら帰られました。そんな怒んなくてもいいじゃん。頑張って接客したんだよ、こっちは。小雪ちゃん頑張って。ダメか。あ、ダメっぽいな。あー、お会計ですね。延長で、やった。これ大丈夫、小雪ちゃん頑張って。もう体力がもうないよ。頑張って。でも小雪ちゃん、あと一押しだ。さくらちゃんも頑張って。あ、違う、バカラ、バカ、今横これ待って、こう、あ、全然垂れてる、全然垂れてる。お待ちしてました。頑張って、あと10秒だ。みんな頑張れ頑張れ。大丈夫だ、お前らなら伝説のキャバ嬢になれる。俺は信じてる。うわ、一丁前でもう店長やないかい、俺。頑張れ。オッケー、よくやった、よくやったぞ、お前ら。よくやった。あ、いいんじゃない、はいはいはい。おーおーおー、いいぞ、お前ら。ありがとうございました。よし、よくやった。初日にしたらいいんじゃないか。なんとか乗り切れたな。キリアさん、ありがとうございました。いいんだぜ、別に。本当に初めてですか。経験者みたいでしたよ。本当に、やめろよ。キリアさん、才能ありますよ。本当に今晩どうだい。お世辞はいい。だが、かっこいい。なかなかいい店だと思うぜ。客もみんなこの店を気に入ってるようだしな。ありがとうございます。おやおや、スタッフを引き抜かれて営業できずに落ち込んでるかと思いきや。あ、小雪ちゃんのこの顔なんかあるな。楽しそうじゃないですか。ちょっと待て、あの引き抜きの、ちょっと待って、そっちじゃない、横にいた。神崎さん、横にいた女の子。神崎グループっていう巨大キャバクラ経営企業の会長さんです。はあ、私たちに嫌がらせや営業妨害をしているのはこの人なんです。うわ、最悪ですね、これ。小雪ちゃん、まだこんなしょぼい店舗にいるのかい。あ、早くうちに来なよ。可愛がってあげる。うぜえ、俺が可愛がってあげるんだもん。お断りです。いいぞ、小雪ちゃん。釣れないね。ま、そんなところが君の可愛いところだけど。こんな武装にね、ついていく小雪ちゃんじゃないよな。今日は何の用、また邪魔でもしに来たのかしら。きついなあ、ゆきさん。え、今日はね、これを持ってきたんですよ。なんだなんだ。これはキャバクラグランプリの案内です。なんだキャバクラグランプリって。キャバクラグランプリ、なんなんだそれは。全国からの競合キャバクラ店が集まって、はいはいはい、売上ナンバーワンを競う業界最大のイベントです。おお、それナンバーワンだ、すごいね。優勝したお店は宣伝効果で超人気店になると言われています。え、だろうね。おお、そんなものがあるのか。うんうんうん。ええ、ちなみに去年のチャンピオンはやっぱりそうだよな。そこにいるキララさんが率いるお店。名前もそうじゃん。蒼天堀サンシャイン。名前も同じやん。最大、そして日本最大の売り上げを誇るお店です。どうも、おい、どうも、こんにちは、いつもお世話になってます。やっぱかやろ、俺推薦枠としてフォーシャインが選ばれたんです。何、でもフォーシャインは在籍キャバ嬢の関係で出場資格を満たしてないはず。一体どうして。
いやー、私も元同僚としてフォーシャインがこのまま潰れるのを黙って見てられなかったんですよ。ほうほうほう。そこで大会本部に掛け合いまして、今回特別に推薦枠を用意してもらったんです。お、いいことしてくれるじゃん。ありがたいね。と感謝してもらいたい気分ですよ。ありがとうありがとう。よく言うわよ。え、本当はフォーシャインにとどめを刺したいだけでしょ。うわ、腹黒やな。全国から強豪が集まるキャバクラグランプリに、うん、弱小のフォーシャインが参加してもボロ負けするのは確実。おい、アスカキララがこんな腹黒と恥を晒したら店の評判や風格はダダ落ち。こんなにただでさえ経営難のフォーシャインがそんなことになったらもう生き残ることはできないでしょ。うわ、ひどい。そんな、ひどいこと言う。おいおいおい、ダメじゃないかキララ。こっちの思惑をバラしちゃ失礼だ。これ殴ってやろ、キリア。殴ろうで一回。殴っていいやな、この男は。せいぜい頑張ってくださいよ、フォーシャインの皆さん。それじゃ、大会でお会いします。もうアスカ・キララの時代終わったんだよ。終わったんだよ、遠の昔に。今は小雪の時代だ。うん。やっぱ、綺麗だけど、綺麗だよ、確かに。昔だよ、それは。なんじゃ今のあっかんべ。ゆきさん、じゃ大会本部に事情を伝えて辞退した方が。いや、やるしかないよ小雪ちゃん。やるよな、ゆきさん。小雪ちゃん、出よ、キャバクラグランプリ。ゆきちゃん、さすがだ。でもこのままだと出ようと出まいとフォーシャインはもうすぐ潰れてしまうわ。うんうん。もちろん勝てる見込みが薄いことは分かってる。でも可能性が少しでもあるなら、たとえ恥をかいてでも私はそれにかけてみたい。いいじゃないか、その気合。戦わないで負けるのも嫌だし。うん、どうせ死ぬなら戦って死にたいじゃない。いいね、ユキさん。男だね、ユキさん。それに私は信じてるんだ、このお店を。ほう。小さいけれど他のどのお店よりもお客様を大事にできる。うんうん。そんなお店が負けるわけがないじゃない。そうだよ、お金ないのにお土産渡してたからね。そうですね、やりましょう、ゆきさん。よし、うん、ちょうど決まればあとは突き進むのみ。キリュウさん、頑張りましょうね。うん。ああ、え、俺もか。しますよ、何か頼むじゃないですか。それにキリュウさん才能ありますってね。あ、知らなかったか。そうは言っても俺もいろいろとやることがある。そりゃそうだよな、やることめっちゃある。この範囲で構いませんから。懸賞金かけられてるから。俺もメリット満載ですよ。ねね。一応かけられてんの今。しょうがねえ。いいの？わかったよ。ヤクザ駆けつけちゃうよ。やったー。おお、ハートマークつけちゃって。絶対キャバクラリーグを勝ち上がって、うん、このお店を人気店にしましょうね。任せろ、俺がついてんだ。うん。そうだ。せっかく仲間も増えたことだし、久々にあれやろうか。あれ？いいですね。何ですかあれって？何ですか、ちょっと気になるよ。いますよ。ねえねえねえ、脱ぐの、もしかして。ワン、はい、ツー、え、スリー、フォーシャイン。笑ってやるよ。うまく決まったね。笑ってやるよ、キリュウ。次はちゃんと覚えて一緒にやってくださいね。バカはかわいそうだよ。バカはかわいそうだよ。とんでもねえもんを引き受けちまったのか。俺に言うな。俺に言うな。俺に助けを求めるな。いやー、でもいいね、いいね、いいね。いや、いいよ、いいよ。で、とりあえず、そうだな。ま、ここは今はいいとして、一回カオルちゃんのとこに戻ろうか。ね。カオルちゃん。このままやったら体が持たへんよ。ほっといて。喧嘩する。あんたはそうやって無茶すんの。ママが何も話してくれへんからやないか。入りづらい。何も言うてるやんか。めちゃくちゃ入りづらい。あんたの両親とヤクザは関係ないって。だったら教えてよ、私の本当の親は誰なの。知らないんだ、まだ。俺も知らないけど。もうこの話はええわ。気まずいわ。とにかく私はあの桐生一馬を追いかける。なんでや。もう来てるんですよ、ここにいるんですよ。あの男が登場界の人間だからよ。登場界。彼の身辺保護をすれば登場界に近づける。そうすれば
過去に何があったか調べることができるわ。何があったの？カール、あんた。あ、すごい。まだ痛むか。堂々と言った。もうなんともないわ。聞いてない感じで言ったのね。水いっぱいくれねえか。ちょっと待って、すごいな。俺だったら絶対行けねえぞ。逃げるぞ、俺だったら。佐山です。あ、はい。ちょっと怪我をしまして、はい。はい、一緒です。え？やばいんじゃないこれ。え？あ、はい、わかりました。やばいんじゃないこれ。変わってくれタイプか。あ、変わってくれタイプか。しかもあの坊主でしょ。キリュウだ。府警四課の別所や。やっぱりな。うちの佐山から捜査の話は聞いとるな。ああ、だが俺に何の用だ。聞いて腰抜かすなや。あんたの連れと郷田会長がどこぞの連中に誘拐されよった。何だ。待って、誰駆けつけたうちの捜査員にあいつらマシンガンぶっ放して逃げよったそうや。合流会か。いや、それが外国語を喋っとったそうや。心当たりあるか。俺の連れ。いや、はるかちゃん。どうか、ほんならええわ。待って、それが知りたかっただけや。それよりさっさとカムロ町へ戻った方がええんやないか。カムロ町に。だがこのまま大吾と会長をほっとくわけにはいかない。逃げた車のナンバーはカムロ町方面のナンバーやったそうや。何？わしが言えんのはそこまでや。立場もあるしの。やばい、これちょっと手のひらに本に切る。踊らされてんじゃねえか。お前の玉、四課と佐山が握ってるっちゅうのを忘れんなよ。わかった。ほな。え、俺の金玉？嘘だろ、カオルちゃんに。カムロ町へ帰る。しょうがねえ。府警の管轄外だ。お前は残ってもいいんだぞ。あなたの身辺保護を頼まれた以上、管轄なんてないわ。おら、私も行くわ。あ、行くの？うわすごい当たり屋じゃん、カオルちゃん。勝手にしろ。ああ、ほら怒っちゃった。それ怒るよ、あんなにぶつかったら。第5章、隠された過去。なるほど。ああ、戻ってきちゃった。早いよね、戻ってくるの本当に。めっちゃ早いんよ。どうやって早く、そんな早く戻れんのってくらい早いんよ。カオルちゃん大丈夫よ。ちょっとめまいがしただけ。もう無理しすぎだよ。まだ熱が引いてないんだな。大丈夫って言ってるでしょ、ほっといてよ。やめてよ、恥ずかしいじゃない。うるさい。ちょっとそこまで行くだけだよ。ああ、いいね、いいね。お、セレナ、もういないんだよね、みんな。悲しい。そうだよな、誰も使ってないんだ。普通に怖くね。めっちゃ汗かいてるじゃん、大丈夫かよ。ここはどこ。大丈夫。俺の馴染みの店だったところだ。そう、無理してついてくるからこうなるんだ。そうだよ、休めばすぐに良くなるわ。キリュウがね、言わないでもありがたいと思え、カオルちゃん。あれから営業はしてないようだが、電気は使えるようだ。すごいよね、普通に考えたら。電気通らないだろ普通。誰が払ってんだ電気代。誰から。柏木だ、無事だった。うわー、柏木さん、柏木さん、めちゃくちゃお久しぶりじゃないですか。はい、柏木さんこそ無事で何よりでした。今どこにいるんだ。カムロ町に戻ってきたところです。関西大騒ぎになってるそうじゃないか。一体何があったんだ。郷田会長と大吾が何もかに連れ去られたんです。あ、連れってそういうことか。あ、連れてはるかちゃんじゃなくて郷田会長と大吾が連れ去られたのか。おい大吾、何やってんだよ。おい大吾、詳しいことは東上会本部で。わかった、幹部室は俺が集めておく。それじゃ。大吾がさらわれちゃったんだ。うわー、とりあえずタクシーで東上会本部へ向かおう。アジトが使うようになりましたと。え、カオルちゃんこのままでいいの。
大丈夫？かなり無理していたような。今休ませておこう。じゃあ俺ちょっと搭乗官本部行ってくるから、まあうん、ちょっとゆっくりしてるんだよ。ついてきちゃダメだからね、本当に。フリじゃないよ、ったくよ。もうほんと、なんか綺麗な人とかさ、可愛い人ってなんかやらかすんだから困っちゃうわ、ほんとに。よーし、来たぜ来たぜ、ここだね、タクシー。あれ、おーい、タクシーの前で誰だ。キリュウだ、キリュウさん。ダイゴだ、ダイゴ、おい、ダイゴ、お前何さまれとんねん。ダイゴ、お前無事か。ああ、キリュウカズマさんですね。何、誰だお前は。じきにわかりますよ。それよりも同時も大吾を助けたいのなら、明日の深夜1時、神室町の天野ビルまでお越しください。天野ビルだと、合田会長も一緒なのか。来ていただければわかりますよ。ただし絶対に一人で来てください。うわ、また出たよ、一人で来るっていうさ、スタイル。いつでも一人だわって言いたいけどね。わかった、では。こいつはキリュウ何だと思ってんの、一人でしか行ったことねえだろ、ほとんど。今とりあえず搭乗会本部へ向かおう。まあ、とりあえずね、とりあえず搭乗会本部行っちゃおうか。今は、ほんとそれが最優先だからね。